今ですね、ミレノ水場所園、ミレノ水場所園に来てます。まあちょっとね、早いと思いますけどもね、ちょっとね、ロケハンです。ちょっと行ってみたいと思います。まあ大体ね、今頃になるとですね、少し残雪なんですけども、今年はほとんどっていうか全くない感じですよね。さて水場所咲いているでしょうかね。まあいくらなんでも早すぎると思いますけどもね。でも一応ねちょっとねロケハンなんで、まあねここね熊もね出る場所なんでね、まあ早朝、まあ水場所が咲き始めた頃もね、朝早い時間帯にはねちょっと注意した方がいいかと思います。水音がいいですね。他の道一見る。さてどうでしょうか。咲いてますかね。あれ、ありますね。はい、なんかありますあります。ほらここに見えます。あ、咲いてますよすごいね。早い、今年は早いです。ここにもなんか、はい、見えます？今年は本当にね早いですね。桜もねもう一気に咲いて、いますし、水場所もまさか見れるとはねちょっと予想もつきませんでした。ああここもそうよ。ああちょっとね傷んでますけどもね、はい、一応ねありますよ。ほらここにはね、ここね結構ね琉金花ですよね多分ね、花が咲く場所なんですが、はい、ここにもね琉金花の花が咲いてます。ここね一帯がね琉金花の群生してる場所なんですよね。はい、いやびっくりしましたよ、こんなに咲いていくとは思いませんでした。はい、ここにもね、はい、咲いてますよ。野鳥のさえずりもね聞こえてね気持ちいいですね。はい、
はい、ですね、牟礼の水場荘園、ちょっとロケハンで来ましたけどもね、まさか水場荘の花が見れるとは思いませんでした。まあ、龍金花もね、咲いておりましたね。本当に今年はね、春の訪れが早いです。またですね、見頃になりましたら、水場荘が見頃になりましたらね、また訪れたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。